赤谷。はい。次は青やな。はい。なんや、腹の調子でも悪いんか。いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや。いや、お袋一人暮らしだから、自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろうが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか。アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないからこうやって勘を働かしとるんやないか。勘？勘なんすか。なんやお前、俺のこと信用しとらんのか。いや、そんなことはないっす。それならはよやれんけい。はい。あ、親父、最後の2本です。あ？へい、めんどや。どちらにしようかな。神様の言う通り。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっせえボケ。もう赤に決まったんや。それ貸せや。嫌な夢。